今日の試合の出だしは自分たちのディフェンスから速攻とかやっぱりいい形でノーマークを作ってシュートを決めるっていう自分たちのしたいバスケができた中でやっぱ後半の出だしからやっぱり相手にイージーなシュートを与えてしまったりイージーミスしてしまったりそういう中でみんながやっぱり下を向いている時間が多かったのでやっぱり今日いろんな先輩たちも言ったんですけどハードルがいつもよりも少ないっていうこともあったので、まあ、明日は自分たちの悪いところを今日見つけることができたので明日はここを修正してチーム一丸となって勝てたらいいなと思います。そうですね、やっぱり磯野さんをはじめやっぱりアグレッシブに点差が開いてる中前から当たってて、まあ、その時自分はベンチにいたんですけどやっぱ先輩のそういう熱く戦ってる姿っていうのを見て自分ももっと真似していかないとという気持ち で最後谷口さんが退場してしまって、まあ、自分のやるべきことをやっぱりシュートを決めることなんだなと思ったんで思い切り最後シュートを打ちました。